レワトワトレディオでワトレディィオオでパーソナリティのちゃんこのです、えー、このワとレディオはですね、えー、と一と言ものをつな、えー、いでいくような、そんなワトワしていくようなトークコンテンツとして、えーと、時々イベントに出没するような、そんなこトークコンテンツイベントになるわけですけれども、えー、と今日はですね、えー、こちら、ニコタマのライズ、えー、拡張したですね中央広場、えー、にて、ですね縁日、倍太陽、土地のサーカスのこの特設ステージにて、えー、開催しております。 えとですね、こちらはです、ね、あのワトレディオっていうのは、まあ、普段あのいろんなところで、えー、クリエイターだったりとかもの作ってる職人とかのですね、あのーまあ、もの作りのどんな,どんなかとか,なんか、まあ、プライベートの話まで掘り下げるようなそんなものをですねラジオっぽく皆、えー、さんに聞き流してもらえるようなゆるいトークを。 混ぜながら、えー、と開催しているものなんですけれども、えー、と実際にあのー、今日はですね、えー、ここの縁日バイタイヤを投資のサーカスに来ているということで、えー、とブースの出展されている方とかにも、えー、と少しお話伺ったりとかしたいなと思って、えー、やっております。それでですね、えー、と一応このあのトークしたものはですねあの後日 YouTube にアップされます。ワトレディオの特設ページの方にもアップされますんで、えー、気になるものがあったりとか今日まあ喋っていただいている方以外にもいろんな ゲストが出演されてますので、えー、気になるものあったら1回チェックしていただいてでおも、ねあのーまあ、面白いここあのトークだったり、まあまあ、あの聞き流す程度の,もの,の情報もあるんですけれどもあのラジオをつけると思って YouTube を見ていただけたらいいんじゃないかなと思っています。で今日もでですすねね実際にトーークショーというよりはです、ね 今この、えー、とスピーカーで聞こえているように皆さんあのお食事とったりワークショップやったりお買い物したりしながらなんとなくあの耳の,耳,の耳元で何か情報が発信されてるなっていうぐらいで聞いていただけたらなと思っております。とということでで、えー、今,今回はですね あのこの太陽東線のサーカスにも出演していただいている、えー、ブックトラックの三田さんに、えー、お越しいただいていますこんにちはこんにちは、えー、ブックトラックの三田ですはいあのー、ちょうどですねブックトラックがですねこのステージからだともう少しあのいわゆるなんですかね通り沿いというかですねうん、うん、あのニコタマ玉、えー、川 よりの反対側ステージから言うと皆さん正面向かって後ろ向きに行ってもらったところの,あのリボンストリートという通りがあるんですけどもその通り沿いにあのいわゆるグレーのトラックが置いてあると思うんですが、はい、そこにあるいわゆるブックトラック本屋さんでですすよねねそうですね、えっと、トラックに大体500冊くらい本を積んで500冊そうですねそれぐらい積んで、うん、いろんなこういう野外でのイベントとか、うん、商業施設の軒、えー、先とか、はい、お借りして。 出店する移動式の本屋をやってます。ええ、ちなみに、あのもともと三田さんは、はい、えっと。こういうトラックでやるような本屋さんだったんですか?。えっと、もともとは僕、あの本屋として働き始めたのは六本木ヒルズに入っている蔦屋が最初あ。そうなんですか?そうですね。六本木ヒルズっていうと、あの欅坂の、下の、のあの角のとこですかね。あそこで2年くらい、はあ、あの書店をやってその後、あの。 シボネっていうインテリアショップが青山にありますね。おしゃれ家具屋さんですね。そうですね。えー、おしゃれですよね。あそこの青山店の本担当を一年くらいやって。 でその後、あの渋谷の神山町というところに、渋谷パブリッシングブックセラーズという、あのうん、出版社と書店が一緒になってるガラス張りのお店がありまして、はいはいはい、あそこいい本並んでますねあ。ありがとうございます。えー、僕、ちょこちょこあのビジュアルブックとか、あの仕事上あそその、ね、ファッションショーとか、まあ、イベントの企画とかするので、ビジュアルブックとか探すときとか、あそこの立ち上げから4年間、店長をしていて、はい、そうなんですか、立ち上げいらっしゃったんですね。立ち上げ から4年いました。それで独立して、移動本屋始めた感じですね。ね、えー、ちなみに、今、まあ、実際移動、移動式の本屋さんってことなんですけど。はい、固定の本屋さんも持ってたりされるんですか。えっと、固定のお店も、えー、っと、持っています。えっとね、持っているんですけど、今ちょうど、その固定と店舗の移転期間中で。あ、えー、そうですか。ここ2ヶ月くらい、ちょっとお休みをしてるんですけど。横浜市内で、ちょっとお引越しを。うん しようとなるほどなるほど横浜にあるんですね。で,でそれプラスまあこういうイベントの中で移動式トラックでなるほど本屋さんやってるってことなんですけどもこれちなみにあのね今もともと本屋さんで今移動式のっていう話なんですけどあのいわゆるブックセレクトあのね今他にも今名だたるブックセレクターの方って世の中にはねまああのバッハの幅さんだとか。 あのいろいろいらっしゃると、沼、うん、ブックスの内間さんとかいろいろいらっしゃると思うんですけど、うん、ちなみにあのいわゆるブックセレクトっていうのは普段どういう職業に当たるんですか、一応なんかまあ皆さん知らない人たちもいるかもしれないんで、<ー>ええ、もしそれを簡潔にまとめるとしたら。そうううですね、ええ、なんかブックセネククセセレトとといいター 肩書きで仕事をする場合は、うん、例えば飲食店とか小売店からこういうテーマで本を選んでほしいという依頼を受けてセレクトしたりとかあとは雑誌で食特集を組みたいから食の本を10冊紹介してほしいとかそういう,こう要請を受けて依頼を受けてセレクトするという職業ですかね。 まあ基本的に作業としては書店員はやっていることだったりするのでそれをこう依頼元が違うと呼び名が違うみたいな感じなんですねちなみにあの三田さん自体はど,、はい、どの辺の本に詳しいというかなんうでですすかねそうですねそ僕、もともといたあの六本木の蔦屋も、はい、えしぼねも渋谷パブリッシングも。こう 全方位的にあの本を扱って専門書店ではないので、はい、あの一定のこう価値観に基づいていろんなジャンルの本をセレクトするタイプのお店にいたので、うんはい、僕もジャンルはここが好きとか得意とかってあんまりなくて、うんはい、そういう,こうジャンルをまたいで同じようなこう面白さのあるものとか<ー>同じようなこうカルチャーのもと生まれてきたものとか,、はい、なんかそういうのを。 ちゃんと超えて結びつけるのが、まあ、る得意というか、まあ、そうですねそういうのが多いですかね。なるほどそしたら、まあ、読み物からそうですね,ねビジュアルものから、うん、写真集とかああいう,うです、ね、アート本から漫画みたいなのも入れながらあ漫画的なものも入ってるんですかそうですねなるほど、うん、ちなみに今回の「この縁、ね、日映え太陽と星のサーカス」の中でいうとはい、はい、セレクトはどんな感じにされたんですか、はい、えっとまあ やっぱりファミリー層が多いだろうなとは思っていたので、はいえまあ、絵本は、うんあのー、比較的たくさん持ってきてやっぱりトラックの本屋さんだと子供が、うん、あが、のー、お子さんがすごくトラック自体を楽しんでくれるので入りたいもんね <laughs> まあ僕もちょっと入りたくて入ったところから、あのー、実際ご挨拶はもう始まってたんですけど、ねねあのー、トラックがね 楽しいんですよね、はあ、ちょっと入りたくなりますんか逆に言うと昔子供の頃そういう秘密基地欲しかったみたいな感じの大人も入りたくなっちゃうような感じのクラックですけどそうですねそうなんか、うん、やっぱりお,お子様は楽しんでくれるので、うん、絵本はたくさん持ってきたのと、うん、あとあの昔からこの辺りに住んでる、えー、年配の方も。はい それなりに多いかなと思ったので、ちょっと渋めの読み物とかも持ってきつつ、で日々あの在庫はちょっと増やしてたりするんですけど、あそうですか。意外にこう外国人の方もいるなと思ったので、ねそうですよね。幅広いですよね。こう来るお客さんたちね。なので、あの外国の雑誌とか写真集とかも。 外国のの方が楽ししめるようなものもちょっとずつ増やしたりして、えー、あそうですか、うん、なんか僕あのやっぱ見た感じの印象でいうと、はい、その絵本のセレクトが僕そんな本に詳しいわけじゃないんですけど、うん、なんかこういわゆる柔らかい分かりやすそうなやつからはい、はい、ちょっとなんか大人もいめそうな絵本があるなっていう印象があったんですけどそうですね僕そう、うん、おっしゃる通りでなんかあんまりこう 大人が楽しい絵本ばっかりになるのもなんか本末転倒だなと思う、うんうん、いつつそのお子さんと一緒に来てお父さんお母さんもこう楽しめるようなものは入れたいなとは思っていたので、うん、ちょっとそのバランスは意識的に。 調整はしてまますすねねそうですよ、ね、なんか、まあ絵がすごいなんか、まあ、ジャケット買いっていうのもあれですけど絵がシュールでかっこいいなっていうものとかこれは子供は食いつくのかっていう感じの <laughs> 大人好みな絵があったりとか、ね、あとなんか,、まあ、なんかタイトル的にあ子供も呼び捨やすそうだなみたいなとか見てるだけでも結構ね面白かったっす、ね、ですね。絵本はやっぱり 大人も好きですからね,、うん、ね好きですしなんか大人向けの絵本も子供は子供で、うん、子供なりにそれをこう楽しんだりするので、うん、なんかあんまりこうなんでしょうねいい絵本は大人も子供も好きってことで、ね、好きですよねなんかその解釈の仕方が子供の頃で読んだ同じハラペコ青虫にしても何にしてもなんか 大人になってなんかこう実家帰ったときに見ると全然違う感じで印象を受けるわみたいな意外にこれ、グロいんだみたいな話とかね。 シももう100%全員好きですか全員好きっすよねあの絵はね、鉄板ですねあれ版画でしたっけ確かキリエかなんかなんですかねあのんかわかんないけどね、ソーセージとかねああいう色合いとかがね絶妙っすよねテンポもいいからね、パン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 読みたくなりますよね いやハラペコアムシも置いてたりするんですか。うん、ハラペコアムシはえっ、ー、とちょっと今品切れちゃって,いて今回持ってこれなかったんですね。品切れとかす。今でもするぐらいですか。しんます、ねしまあ、ややっぱりすごい人気なのでなよく売れちゃいますね。ただハラペコアムシ書いてるエリックカールっていう作家の本は二冊くらいは持って,きてます、ねはいうん。あそうですか。ええ、うん、もう皆さん絶対見てほしい絵,絵ですよね,ねあれね。可愛い,いですよね。かしかもあなんかねこう やっぱいい絵本だなって思うものって作品としていいじゃないですか絵だけみたいなうん、うん、下手したらページ切り抜いて額入れてもかっこいいんじゃないかなっていうようなもあるじゃないですか結構ね、ねのまあ、ちっちゃいこ頃にああいうの見れてるっていうのはすごい幸せなことなんだなっていいうの今ながら思いますけどね,そうですね大人になって見返すとそのページ単体でのかっこよさが。 ね気づいたりしますねね,ねそういう部分で見方が全然変わっちゃってるんですけど、うん、そもそもストーリーというよりはね、うん、ストーリーはもうめちゃくちゃ単純だからそうですね、うん、そう、えー、ちなみにこの、はい、あのなんでもともとその本屋さんやりたいとかと思ったんですかえっと僕もともと大学で会計の勉強をしていて会計の勉強そう会計の勉強じゃないですか会計,しててし会計の勉強していて、えーはい、大学二年くらいまでは割,割と真面目に会計の勉強してたんですけど二、はい、年くらいで なんかこうもっとこう好きなことをやったほうがいいかな仕事にしたほうがいいかなと思ってうん、うん、す会計はわりと数学が好きだったり得意だったりしたので、うん、なんか得意なことを仕事にするよりも好きなことを仕事にしたほうがいいかなって多分その辺りで思ってなるほど。て当時、本がすごく好きで。うん で本僕、もともと本読まない子供だったので、ね、なのでこう本読まない人の気持ちも分かるので、うん、なんかそういう人にも気軽に本にと接する場がもっっとと増えたらいいなと思ってー、えー、えその本読むのが好きじゃなかったけど本を読みたいとい,いうか,なんか本やりたいってどういうい気持ちなそ,それは、えっと、高校生まではほとんど読んでなかったんですけど大学生からも。 めちゃくちゃゃく読みましたね <へー S 2> うそうですね、まあ、小説から始まり、はい、まあ読み物ですね人、人文とかエッセイも含めて、<ー>哲学書とかも含めて、ででも読み物でしたそれで好きになっちゃって、そうですね、それで蔦屋に行ったら、うん、読み物以外にもね、ね面白いものたくさんあるなって、<ー>そこで気づいてって感じですかね。なるほど えー、ちなみに、ここで今、あのはい、買い物していただいている方いらっしゃるじゃないですか実際にこう反応とかってどんな感じですか反応ここに来られる方のあで僕あの,そのリボンストリート沿いに出店しているので、えー、歩いている方々のこう声をよく聞くんですけど。うんはい、この商業施設が おしゃれっていう声をよく聞くん <laughs> <laughs> それはその商業施設とこのイベントの感じを含めて、なんかすごいおしゃれだねっていう声をすごい聞きますね。なるほど、それは完全に太陽とシザのサーカスがおしゃれってことですね、これ。そ,そういうことになります、ね。そういうことなりますね。あちらにあの太陽とシザのプロデューサーがもうずっと僕らのことじーっと見てますけど。<laughs> <laughs> ねえ、なりますよね、うん。全く笑わないっていうね、<laughs> こっち見てんだけど <laughs>。<laughs> ね、なんかそ。 そうそういうこうカチッとしたお店ばっかじゃなくて、うん、こういうね,ねあのー、ラフに楽しめる感じのスペースがあるのはいいいいですよねなんかこう喋っててのこのゆるさ加減がね絶妙にいいんでですすよねねそうあとトラックに関して言うと、ええ、やっぱり昔こう移動図書館みたいなものに、うん。 触れた経昔、同等時間ってあったよねみたいなことを、はい、あの話してらっしゃるお客さんが結構たくさんいらっしゃって、うん、やっぱり意外に皆さんそういう体験してるんだなと思います、ねあのー、なんとなく僕その普段ねファッションショーとかイベントの企画とかをやっているものとして思うことなんですけどちょうどこの前も僕、アリダスの原宿のショップのオープニングの仕事をしてたんですよ。はいうん その時にもやっぱスポいわゆるスポーツメーカーですよ、はい、アディダスっていう、はい、スポーツメーカーなんですけど本とかセレクションしてたんですよねなるなるほど,るほどまあそれはなんかうん、うん、あのもうなんだろうアディダスのメインカラーのブルーをテーマにしたもうえっと下はなんか海のやつがあってうん、うん、真ん中はなんか読み物があって上は空の展開をしてるみたいなそんな感じのこれあのセレクションをやってたんですけどなんかあのここ最近この カフェにもブックセレクトが入ってレストランでもそうですけどあと商業施設にも普通のイベントもそうですし本が分溢れてきたなっいうイメージがあるんですけど、うん、実際、世の中的には本ってどうなんだろうなっていう業界的に言うとですよなんかよく売れない、売れないっていうことも聞くんだけどうん、うん、でも実際、めっちゃ本出てるじゃんとかって思って思そうううでですねねどななんんしょう、ね、なんかあんまり僕もそんなに実感は。 ないですけどねなんか全体で言うとそんなに実感はないですねでもなんか大体大手の人たちは本売れない本売れないとかね,ね言うからそうなんですかね、うん、ね。ね<え>あじゃあもう好調なわけですねこ<う>皆さんはんまあね <laughs> 一人でやる分はあれですけどね, <laughs> ねうんどうなんでしょうねでもなんか若い子でも、うん、うん本に興味のある人すごい多いと思いますし、うん、思いますしあの やっぱりちっちゃな子供たちのこう絵本の好きさはすごいなと思うみんな大好きですよね。みんな絵本、本当好きだから大丈夫なんじゃないかなって気もしますけどね,ね、うん、多分、まあ、活字を読むっていうことが減ってるなっていう感じは、うんまあ、もちろんあるんですけど。でも まあ売れてないかどうかでいうと、まあ、そんなことないだろうという感覚ではありますけどね、うん、まあ若干、電子書籍,、ね、書籍に映っているとかそうです、ね、僕、一時あ,、うん、あのソニーで電子書籍販売の手伝いをしてたことがあって <laughs> そ,うそうなんですよそのお手伝いしてたことがあって、ええええ、電子書籍の販売もちょこっとあの関わらせてもらったんですけど、はい、やっぱり、まあ、あの市場自体はすごく大きくなってますしっていうのも考えると本読む人が。 減ってるのかどうかって、紙の本は減ってるのかもしれないけど、そうですね、とかも考えると、まあ、ちょっとよく分かんないなと思いね。ね、まあ、結局なんかメディアが変わっただけだっていう話ですよね。うんうん、な気もしますけどね。ねまあ、最終的にこの出版社とか、うんうん、いわゆる、まあ、ね、出版する、出版っつったら、もう、いわゆる、もう、することだから。する人とか、紙を売ってる人たちが、ちょっと苦しみ始めてんのかなみたいなところは若干ありますけど、ね。そうですね。それは確かに、分からんではないですね。ねただ、やっぱ、こう、別に、ね、知識を。 得たいいっていうなんかそういう欲自体が人間自体減ってるわけじゃないからそれがただなんかネットに移動していったりとか,なんかそういうことなんだろうなっていう感じですよね今ねちなみになんか僕ちょっと気になるのは、はい、あのここ最近ってそのなんか、まあ、もし本を本というか読み物なのか、はい、まあビジュアルとかもそうなんですけど、はい、なんかあの今までの経験値ですよはい、はい、あの 実際に最近ってビジュアルの本がよく売れるんですよねとか何かがちょっとこういう読み物が今流行ってんですよねみたいなそういうトレンドってあるんですかありますね、うん、例えばどんなですかやっぱり僕に関して言うと、はい、やっぱりその六本木の常にいたのは10年くらい前なので、はい その時から比べると、そのアートブックとか、うん、まで、あ、うん、ファッションとデザインですかね。<ー>がやっぱりだいぶ売れなくなりましたね。ねファッションとアートとかデザインが売れない。うん、売れなく。あそうですか、うん。アートブック、まあ、高価な本が売れてななます。それで、あのー、発行部数が少なくて、プレミアついてる写真集とかあるじゃないですか。はいはい ああいうの,の価格もここ最近はだいぶ落ち着いてますし<ー>えっていうのがある一方あとはまあ食,、うん、食とかインテリアとかわ、うん、りこう割とこう実用の範囲内にあるけどかっこいいものみたいな、うん、なんか,料理,か料理の写真がかっこいい。 うん、レシピ本とか写真がかっこいいインテリアの本とか<ー>そういうものはやっぱり最近すごいよく売れるなと思いますけどね。なんかやっぱこう自分で使いたいみたいな,なんかそういうものう から来てるんですかね欲求がねそう、うん、やっぱりそうじゃないですかね,ね昔だったらなんかねビジョネアとかねビジョネアがねねえ昔はそうなんで三十万すんのみたいなねおかしいでしょでみたいな本,当です本とか、ね、とロットで六千。 限定とかね、そういうのでよく売れてましたけど、ね、もう本なのかなんだかわかんない。わかんないですよ、ね、<laughs> あれね。まあ作品ですよね。作品ですよね。ねねアーティストとコラボしたり、ブランドとコラボする、すね、あのビジョえっ、ー、となんていう会社だっけビジョナリーカンパニーでしたっけ？うんなんだっけな。うんうん、そういうところが作ってる、まあよくわかんないクソ高い本ですけどね。そうわ、ね、かりやすくってやっぱあの辺がちょっと。 今までほど熱心に求められなくなったなっていう気はしますね,、うん、すね一時期すごいこぞってなんか、ね、俺これ持ってんだよみたいなってアピールありましたしねうん、うん、そうありましたしたねコレクションアイテムでしたもんねコレクションでしたね、うん、なんかアート作品買ってるようなそうですよねやっぱそういうの勢いないですか、うん、勢いないなと思いますねなるほどなんか僕 あの今、ザ・ギフターっていうプロジェクトをやっていて、はい、あのいわゆるなんですか、ね、アーティストと一緒に一点物のアートギフトを贈ろうとかそういう活動をしてるんですけど、えー、なんか僕自身は、ね、アートが昔より好きになってきてああコレクションするようになってきて、うん、まあコレクションとっ,ってもそんな高いもの買えないんですけど、うん、ただなんかこう応援したいアーティストの作品を買うっていう活動活動というかまあ僕の勝手に好き趣味でやってるんですけど。うんうん なんかそういう活動をなんか広めようとする、いわゆるなですかね、アートを推進していこうっていう。はいはい、若者が増えてきたなっていう印象はあるんですけどね。それはそうだと思います。ありますよね、うん。それは僕もそう思います。だけどなんか本は売れないっていう。あれなんですかね。うん。うん。うん。まあ、アートは、アートはちょっともしかしたら別かもしれないですね。やっぱりどちらかというと、ファッションデザインがちょっと厳しいかない、ね。確かに。ファッションはそうですね。だってこう。う 流れまくってるんで、うん、なんかこう固定されないというかそうですね、うんまあ、もし買うとしたら歴史本に近いかもしれないですよねあれも、うんうん、そうかもしれないですねえちなみにそのアート作品とか買ったりとかそういういのされるんですか僕は僕写,写真を欲しいなと思いますけどあ写真だ、うん、僕そうですね 欲しいなと思いますけど、今のところ買ってないですね。これ実際写真だとどの辺の人たちが好きですか。やっぱ森山大東だとかそういう。もまあ盛山さんとかも好きですけど、僕はあの津田直さんっていう。津田尚さん。写真家さんが好きで、あとはなんでしょう。人気のあの佐々内さんとか、佐々内雅美さんとか、本松隆さんとかまあいいですけどね。 あ渋いですね <laughs> いやいやいや、欲しいは欲しいですけどね、ねいや写真ってね、なんか日本ってちょっと写真が受け入れられづらいですよね、そうですねそう確かに、うん、フランスとかだとね、めちゃくちゃ写真がね、売れるんですよ、もうほとんどね、日本の名だたる写真家の売れてるところってフランスとかだったりするんですよ、うんうん、ヨーロッパなんですよね。 日本だとどうしても写真っつったらプリントでしょみたいなやっぱなんか認識があってな、ね、なんか絵,が絵を実際にこうペイントしたものに比べてなんか価値が別に低いわけじゃないんだけど買わないんですよねうん、うん、あ,ありますよね,ねあれ不思議なんですよね、うん、なんかそういう意味ではその若い子たちがそんなにこう大きなサイズじゃなくて四つ切りとかのものを買ってちっちゃな額に入れて。 棚に飾るぐらいのこう感じで取り入れる方は増えてきてるなとは思いますけどまあやっぱ日本にほ日本ってやっぱ家狭いですもんね。そこが結構大きいかなっていうある気がするんですけど。うんねうん、ただ一個やっぱアートあるだけで変わりますしね。全然違いますよ、ね。それこそなんか絵本だってもやっぱこう飾ってるだけで結構ね。そうですね。アートっぽいなと思うものはなんかすごい様になりますしね。うんうんうん、ね。なんか僕僕の中でいうと絵本とかこう本ってなんか。 あの気軽に楽しめるアートなんじゃないかなっていう気がしてるんでそうですねやっぱり置いとくだけで上がりますしね。なんかそれを読んでる俺の有意義な時間すらもかっこいいみたいなちょっと透水欲がありがちですけどなんか本ってやっぱそういう心豊かにするもんだなっていうのは僕はなんかよく思いますよね。 まあ、仕,事仕事柄もよく見ますけど仕事じゃない時間に見るときの本の見方ってやっっっぱちょっと違ううなっていさっきそうあのおっしゃったようにその本のコ,コンテンツを消費しているというかその読んでる時間込みでこう楽しんでるっていうところがありますよね,ねそう,っすねいやもうぜひあの、ね、通りすがりの方もぜひブックトラックの中に入ってもらってですね トラックの中入ったら、また何かこう集中力が増すというか。<laughs> 結構、ああ、でも、それはそうかもしれない、ね。入った瞬間に、結構ね、時間止まるんですよね、うん。ちょっと本を見るモードにな。見るモードになりますよね。うん、ぜひ一回、何かリボンストリート沿いにありますんで、あの、見ていただきたいなと思ってます。あの。 ね、ちょっと時間があの、もう一人で見せ回されてるから、あ,はいはい、あんまり長い時間お話しされるとあれだっていうことで。はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ブックトラックの三田さんにお越しいただき、で、ちょっとお話を伺いました。はい、ありがとうございました。はい、皆さん、よ、よかったら行ってみてください。はい、リボンストリート沿いにあります。